時計と窓の話、小川未明。私の生まれる前から、この置き時計は家にあったので、それだけ親しみ深い感がするのであります。ある日のこと、父がまだ学生の時分、 行き来する町の古道具屋にこの時計が飾ってあったのを見つけていい時計と思い欲しくてたまらずとうとう買ったということですこれは外国製でこちらのものではありませんある講師の方が持って帰られましたがその方がお亡くなりになって 今度遺族は田舎へお移りなさるので、いろいろの品と一緒に出たものです。機械は正確ですし、ご覧の通り、どこも傷んでいません。と、その時、店の主人は言ったそうでした。父は主人の言うことを信じ、 掘り出し物をしたと喜んで、これを抱くようにして自分の部屋へ持ち帰りました。私は父から聞いたそんな遠い昔のことを考えながら、今自分の本棚に乗っている時計を眺めていました。外国から日本へ渡り、 人の手から人の手へ点々として使用されてきたので、時計もだいぶ年をとっていると思いました。たとえ古くなっても、その美しい形は変わらなかったのです。四角形というよりはいくらか長方形で、 金色にメッキがしてあり、左右の柱にはブドウのつるが絡んでいて、鳩の飛んでいる浮き彫りがしてあるので、いつ見ても平和な静かな感じがするのでした。私の本棚には教科書や雑誌や参考書などがごっちゃに入っています。 壁にはカレンダーがかかっているし、部屋の隅には野球のミットが投げ出してあって、別に飾りというものがなかったから、この時計だけがただ一つ光って宝物のように見えました。母もそう思っていたようです。しかし、 母が宝物と思ったのは、多少僕が思ったのと意味が違うかもしれません。なぜなら父と母が家を持った初めの頃は、まだ今の大きな柱時計もなくて、この置き時計ただ一つが頼りだったからでした。毎朝父は、 この時計を見て出勤したし、また母はこの時計を見て夕飯の支度をしたのでした。そして時計は休みなく狂いなく忠実にその務めを果たしたのです。けれど僕が生まれて学校へ上がる自分にはいつしか 茶の間の柱へ大きな時計がかかって、時間ごとにいい音を立てたり、すべて御用を足すようになっていたので、この金色の置き時計は忘れられたように、父の書斎で書棚の上に乗せられたまま、誇りを浴びていました。私は誇りを浴びて、 止まっている時計を見るたびに、なんだかかわいそうに思い、人間の勝って気ままに対して腹立たしくさえ感じました。お父さん、あの置き時計をもらってもいいでしょうと私は頼みました。なぜか父は、 すぐにやると言わなかったのです。それを無理に頼んで、私は時計を自分の部屋へ持ってきました。その当座のこと、母は掃除をしに私の部屋へ入ってこられると、置き時計をご覧になって、これはいい時計ですから、大事になさい。 と言われたたのでしたさも子供が持つような品でないと言われるようでした何しろしょうちゃんの生まれる前からうちにあるのだしお父さんが大事にしていられたのですからねそれにこの時計を見ると平和な感じがするでしょう お母さんは言われました。僕もそう思うんです。しかし時間は正確なんですかと私は言いました。いつか山本くんが遊びに来てラジオを聞きながらこの時計を見上げておやこの時計は 遅れているのだね。と言ったことがあるからです。それは正確でしょうよ。お父さんが外国製のいい時計だといつも褒めていらしたのですから。母は戦時中、この時計を疎開先へ持って行って、こちらへ帰ると時計屋へ。 磨きに出したこと、そして、それがなかなか手間取るので、父が再三、最速に行ったことなど思い出しました。なるほど。いくらいい機会でも、長い間には鋼がすれて、減ってしまうだろう。と父は、持って帰った時計を眺めて、 言っていましたどうかなったのですかとお母さんがそのそばへ行くと「昔の機械は傷んでも取り替えができぬから壊れればそれまでだということだ。これは機械に限らず何でもそうだろう。 しかし、まだ役に立ちそうだから、このままにしておきましょう。とその時、父が言ったことを思い出したので、あちらのものは壊れると、こちらでは直されないと言いますから、困りますね。と母は言いました。この言葉を聞くと、 僕は外国品だけに帰って不安な気がしました。いくら宝物のように大事にしても時計である限り時間が狂えば全く価値はなくなると思ったからです。ある日他の学校と野球の試合をするので正二時に グラウンドへ集まる約束をしました。僕は少し早めに行ったつもりなのに、もうみんなが来て、僕の来るのを待っていました。小2時と言ったのに、君が来ないから、どうしたのかと思っていたよ。と一人が責めるごとく言いました。 そのつもりで来たんだが、と私はどうして遅れたのか不思議に思ったのです。翔ちゃんの時計はやはり遅れているのだ。ラジオの方が間違っているなんて君はおかしなことを言ったよ。ちょうど日本が世界中で 一番強いと思っていたのと同じなんだぜ。と山本くんが冗談を言って笑いました。それを聞いて一同が笑い出しました。僕はそう言われるとさすがに恥ずかしくなりました。父の自慢した時計がやはり 正確でなかったのかと思ったのであります。家へ帰ると、早速、柱時計と置き時計の時間を見比べてみました。やはり、十五分ばかり違っていました。今まで、こんな研究をしなかったことにも、落ち度がありました。 お父さん、あの置き時計は狂っていますね。と僕は父に向かって言いました。そうか。進むのか遅れるのかと父は聞き返しました。外国製の正確な時計とばかり信じて、 ラジオの方を違っていると思ったのですが、今見ると、やはり、遅れているんです。そう僕が言うと、父は笑い出して、そんなことを言うと、笑われるよ。標準時に合わせてあるので、ラジオの方が、いつも正しいのだ。 この時計を磨きにやって長くかかったのもそんなことだったろう。時計屋では下へ落としたことがないかと言っていたから、それでなくても長い間には機械がすれて狂いが来るので、もう昔のように治らないかもしれない。 こう聞くと、私の今までの誇りと喜びは、たちまち消えてしまいました。しかし、父はこう言ったけれど、まだ時計に対して、いくらか未練を持っているようでした。時間が正確でなければ、家保でも何でもありませんね。 と僕が言うと父は仕方がない何にでも寿命というものがあるからなと寂しそうに言いましたこの頃は日本でもいい時計ができるからそのうち新しいのを買ってやると言って さすがに父はいつまでも価値のないものにこだわる様子はなかったのです。私はあまり諦めのいいのをかえって物足りなくさえ感じました。お母さんも平和な感じのするいい時計だとおっしゃったが、本当に惜しいことですね。 と父に向かって言うと「いや時計は時間を見るものだ飾っておく骨董品ではないもうちょっと待っておいでいいのを買ってやるからその前にお前の部屋を直したいと思っているのだ」と父が言いましたそれというのは 今年三年生になった妹がまだ自分の座る机を持っていないので、いつも茶の間の茶舞台や縁側でカバンから本を出して勉強しているのを見て母はかわいそうに思って、よしこちゃんにも一つ机を買ってやらなければ、と言ったことがありました。 父も、小吉のいる四畳半で、二人が勉強するには、少し暗すぎるから、新しく窓をつけてやりたい。と母に話しているのを聞きました。時計よりか、部屋の明るくなる方がうれしいです。と僕は言って、 なぜ早く妹のことを考えてやらなかったろうと自分を恥ずかしく感じました。大工の都合ですぐにしてやるよ、と父が言いました。思いがけない二つの喜びが一時にやってきたようで私の胸は踊りました。 こんなに私たちのことを思ってくださるのか、と心の内で感謝したのです。東にしか窓がなかったのを西にも窓がつくと同じ部屋とは信じられないほど明るくなりました。しかもその窓からはこれまで見られなかった森や 電信柱や遠くの高い煙突までがさながら油絵を見るように目に映ったのです。この新しい風景は僕の気持ちをどんなに引き立たせたか知れません。これからうんと勉強ができるぞ。兄ちゃん。 ご覧なさい。あんなに雲が綺麗だこと。と妹が森の頂を指して呼びかけました。ああ、綺麗だね、よしこちゃん。クレヨンであの雲を射精してごらんよ。と僕は心が空へ向かって飛び立つ思いがしました。 こうして生き生きとした自然を見るとたとえどんな平和な景色でも時計についている動かない飾りを簡単して見る気がしなかったのでしたそれに時間が不正確とわかるとそばに置く気はもうなかったのです今度はいい時計が 早く欲しいな。と贅沢と知りながら妹に向かって私は希望を話したのでした。この希望もたちまち達せられたのは十何年か前に父が置き時計を買った古道具屋の主人が有田焼の大きな丸火鉢を届けてくれたからでした。 ご苦労様。と母はねぎらいました。父は奥から出てきて、この時計ですよ。覚えがありませんか講師の方が持ち帰られたとか言うのですが、と主人に見せました。 そんなことがありましたかな。十年といえば。いや、私だって、この通り、頭がげましたから。時計が痛むのも無理はありません。このごろ、日本製でいいのができました。この際、お取り替えなさる方が、およろしいかもしれません。 と主人は言いました。こんなになっても買う人がありますかと父が聞きました。それがおかしなもので外国製というので買っていく人がありますから。と主人は笑いました。ただ飾りにするならこの時計は 立派なもんだ。と、父も笑いました。主人が時計を持ち去ってしまってから、わずか二日ばかりのうちに、父は、日本製の新しい目覚まし時計を買ってきてくれました。いかにも張り切っていて、元気よく目覚まし時計は、シャンシャンと、響きを 部屋中に立てて黒い針は数字の上をまことに正確に刺したのでした。この方がいいわ。私たちまで元気になったようね。と妹が光った時計を見上げて言ったのです。そうだね。僕たちまでぼやぼやするなと。 言われているようだね。と私が言うと、やはり外国製と妹が聞きました。無論日本製さ。それだから外国に負けるな。無駄に時を過ごされないぞ。と言っているじゃないか。と私は答えて、今、 日本が貧乏で苦しいのを妹に説明して、昔のように再び立ち上がるのには、僕たちがしっかりしなければならぬのを教えてやりました。おしまい。